TLG ラジオ55回目ビシッじゃないさあ、ということでこんにちは、ありきてんです。あーこさんです。アデルです。痛い、まったく、幅ぐらいいなさいよ。はい、ということで前回の続きです。前回あれやりましたね。いろいろできるかどうかのビーナリングやつ、まあ、雨張りましたとかいろいろ話しましたが、今回はコメント返ししていきたいと思います。思います。いきたいと思います。コメント返し、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。5 minutes at Freddy's 4トラウマになるような悪の一週間、コメントいただきました、はい、お待ってましたというコメントです。ありがとうございます。ファイブナイトシリーズはですね、本当4で実況の方が終わりますので、それ以降はですね、パーティーゲームを投稿するかなっていう考えが、はい、あります。あ、違うわ。別のホラーゲームがあるんだ。それを投稿してパーティーゲームを投稿する感じになるんで、交互にね。何を投稿するんですか？サから始まって、クで終わるやつ。サク？なんだ？サから始まってクで終わるやつだ。参加してるからね。2人で。うん。ああ、言っちゃった。サイコブレイクか。そうだよ、焦った。おいそうだ、サイコブレイクが投稿されるんだったな。さから始まってくで終わるだろ。忘れてたわ、もうあのゲームのタイトルも忘れてたわさあ、ということで、ね、それをねやって、まあ、いろいろ投稿するんでね、これからもぜひよろしくお願いいたします。お願いします。次、階段降りるけど SCP-087 実況嘘なんで階段降りてるのに15階とか上がってるんだろうっていうのがありますね。パート1じゃ、しかも、まあ、SCP で087っていうのはね、まあ、階段がいわゆる階段自体、あの空間自体が SCP になってて、もういわゆるバグってるんですよね。おかしな状態になってて、あの数字がおかしくなり始めてたりとか、急に15階に上がってとか、なんかそういう不思議な現状が起きたりするっていう、まあ、ゲームなんですよ。うん、ぜひね、皆さんもね、フリーゲームなんでやってみてください。怖いですよ。ということで、次。なんだろう、まるちゃんになって帰ってきたミキさん。その丸がわからないんだけど。あのキャラの別称っていうか、まあ、箱みたいな、あれじゃない？箱とか旦那とか。そういう言い方かな、マルちゃん。マルちゃん生命になってきたハムさん。え、俺172回目 PSO です、大事なお知らせですね。この大事なお知らせは、まあミキのキャラクターをね新しくしたっていう大事なお知らせさんとかにもね、強くなりましたよってやってございまして、コメントみたいと思います。ゲームキューブ版になって新登場のキャラですな。まああれですね、あの銃のね女性キャラクター。そうっすな、回避力が一番高く、ハンドガンのモーションが一番便利なのが特徴的。テクニックを、テクニックもハニュー、まあ、いわゆるミキが今まで使ってたやつ同等のため、うん、ソロマルチに対応可能な分光率中などと嫌われがちな面もある。天罰系 EX 際の精神力依存系はレンジャー内最強なのである。というわけで、今後ミキさんの重要ポジに少ないと思いますが、変わらず頑張ってくださいなということで、ありがとうございます。正直ヘブンパニシャー持つのは俺じゃなくてミキの方がいいんだ。そうだね、だってあれ精神力依存だから。そう、ね、レンジャーがも俺が持ってても意味がない。ということで、やっとそのミキの存在感、存在意義が生まれるんですね。今までミキの存在意義があまりにもなかったわけですよ。まあレベルの差もあったし、まあ、レベルの差があったってことは、まあ、レベル上げとけよって話なんだけどまあでも大前提やっぱキャラの問題、あとあいつはイベイドしか使わなかったっていうのもあって、ボロクソ弱いわけですよ。だったらいそんな精神力ガン上げしちゃうとかね、のが良かったんじゃないかなっていうのもあったわけです。それでね、まあそれもあって、いっそならやり直しないかいっていうミキの話して、ミキは頑張って80までやったんですが、ひとまず100までね、あの人にはちょっと行ってもらってから次の実況に参加するという形で、80になってからのお知らせでございました。これね、今日ね、実際ね、陸天がまだ働いてる時にね、PS の実況撮っちゃおうかな、撮ってやろうかな、ネルさんと俺で、エアアイテム集会みたいなの撮ってやろうかなと思ったんだけど、撮らなかったよね。撮ってよ。これは撮ってよ。撮っていそうなら自分で編集して投稿してくれよ。まあでも今回ね、
PSO をね2週に1回にした理由がね、まあ、今まで同じことの繰り返しが多かったじゃない、ちょっとさ、でレベル上がらない時もあったし、それは良くないなと思って、ね、レベルが上がる時とプラスあと何かを報告する時、強くなったって見せるためのやつの時に上げたいなということで2週に1回にしました。はい、今回はね、まあ、ということなんでね、今後 PSO よろしくお願いいたします。大丈夫です。次コメントはこちら、トラウマのような1週間のシャープ2 5 Night Flights 4ですね。もう最初だけ心臓バクバクなんですけど、なんですけどっていうのが来てます。んだけ確かにね、5 Night 4はね今までと違ってね怖いわけ。ベッドだよ、怖いんだよ。そうベッドなんだよ。あのね、あいつの顔面がね崩壊しすぎてね怖いわけよ。こういうコメント返しの時なんでミキね、あ、今回もミキないです。これはあれだね、多少罰を与える。一応ね、一応これ聞いてる人のために言うけど、ミキがいないって言っても、一応ミキはあの部屋で寝てるわけ。そういる。でもその、ね、だったら先に言ってあげればっていう話があるかもしれないけど、実際の話、あの人が起きてる時に、今日撮るからね、ラジオとは言ったの。そう。で、あと、金曜日帰ってきて、あのうちにね、うちに帰ってきて、まあ夜勤なんで、あの人ね、先に帰ってきたら、ちょこっと遊んでもいいけど、夜起きててもらうためにちゃんと寝てねって話をしたんですよ。うん。寝てんのよ、今。ってことはね、最終的にあの人また夜に起きるわけ。夜に起きるってことはどうなるか分かるかい？次の日また寝ちゃうわけ。こうなると困るんだよ。だからちゃんと、確かに夜勤の人がね急にこう朝起きてっていうのは大変かもしれないけど、でもそれはした子じゃないと、うん、じゃあ朝の仕事しなさいよって話になるから、こうやって前からねこういうことしてるわけだからこうしてくださいっていうのを話してるんだけど、まあ約束守られた数がもうあまりにも少ないわけということなんで、もう諦めて3人で撮ってるってことを知ってもらいたい。諦めた諦めた勝負勝負。まあ、ということでね、トラウマになるような悪夢の1週間でございます。もうね、最後の最後に行くとね、おかしな状態に、ね、なるのが多いんでね、それまた怖いんで、ぜひぜひ見てください。はい、ということで、次、5人で行くマイクロ生活のシャープ1。始まりました。全国のユースクリ、そして、やばい。ということで、コメントが来てます。金曜日投稿。はい、ひとまずね、ハゴさんもこれに返信したやつがあります。ハサミで羊の毛を取ってから剣で倒すの意味なくない？って、剣で倒したら、羽毛と、肉一緒に出てくるはずだよに対してなんですが、ハコさんは確かに、羊を倒すと羽毛が羽毛だっていう、羽毛で1個出るけど羊毛だね。羽毛って何？羽毛布団とかだね。毛の鳥か。鳥だな。鳥だね。鳥だ。まあ、羊毛が1個出るけどハサミで刈ると1個から3個確率ね落ちるので、ハサミで刈りました。序盤だったので刈った後殺して肉を確保しました。バイハコさんと。はい、ます。で、まあ、ということです。はい、ということです。ということです。よく考えてみると、これ、もしね、コメント書いてくださったことが正しかった場合だよ、ハサミの意味はっていう。あれだよ、葉っぱ取るためね。葉っぱとか、あとは、ツタとか、そうだよね。だね。まあ、あとは、俺みたいに色付けして、うん、殺さずにまた毛生えてきてほしいから、狩る。うん、まあでも1から3個出るってことの方が一番ハサミの意味はある。まあね、だからまあ5人でやってたし、うん、ねハサミなく15匹飼ってたらちょっとめんどくさいから、うん、まあ、一気にね、あわよくばっていう理由でね、そうのがあるんでということでございます。うん、あとブランチマイニングをするとき松明は6マスに1個でいいらしいと聞いてますが、ブランチマイニングは多分しません。そうだね、ブランチマイニングってあれだよね、2個縦にこうバーって掘って、うん、で、それを掘ったところを横に1マス掘るでしょ。でそしたら2マス開けて掘る。そしたら両側も見えるっていうので、これでこう掘ってて宝石を見逃さずに掘れる。これ階段掘りしてんだよ、うん、で階段掘りで途中で、お母さんそこ左、まあ、うちの母もやってるんだけど、まっすぐそこ進んでてます。で途中で脇をこうまっすぐじゃなくて階段掘りしてってっていうのだった。なんかね、階段掘りの方がいいなっていう感覚があるんだよね。だって感覚的に言うとさ、うちら 6×6 とかさ 4×4 でさ、うん、地下掘りしない、バーって一気になるぞ、ガルル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 
っちゃうから、そうそうそう、ブランチマイニングした方が効率はいいとは思うんだよ。だけど、まあ、これに関してはね、またなんか似たようなこと言うけど、昔からのやり方がこれだからね。階段掘りがすごい好きっていうのがでかいから、ね、やるか、まあブランチマイニングはやらないだろうな。なんかうちらはやらないかもしれない。まあその正直それをやらなくても今どうにかなってるっていうのはね、うん、事実上なんだね。そうだね。こちらでございまして、コメントの方すべて読み上げました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、コメントが終了したので、これもねいろんな話をしていきたいと思います。思います。ほうえよ。さあということで、はい。これで終了した55回目でございますよ。なんでまたあいついないの？まあ同じ時に撮ってるというのと、朝寝てないからだね。寝てくれよ。これ投稿されたのがね、来週だから、あれですね、その前の日はねるさんの寿司パーティーしてるね。そうだね。これ電車ドラの人だ。ああ、可能性はある。置いてけぼりだ。置いてけぼりじゃん。そういう時に起きるだろうね。べし本当でござるか ?No!本当でござるか。いや、あそこでもさ、寿司屋6人座るの大変じゃない。いや、一応座れる。座れると。ギチギチだよね。まあな。まあね、ねるさんがね、誕生日を迎えましてですね。ねるさんね、前夜祭でピザ食ったり。もらった。安くすんな方だからね。まずかこれでまずかったって言ったら 大問題だよ。いやもうエルボーが飛んでくるって思ってもいいと思うよ。あの上の人をあのお呼びくださいって言ってもはいっつってエルボーじゃああとあれで20分失敗したから無料券出ないっていうか、取れた取れたよ。まああのね、めちゃくちゃねいい人だった。なんかなんだろう、すごいねるさんと、まあ、みんなに言ったけど働き始めの高校生みたいな感じだったから、ね、結構若い感じだったから、そうそうそうやってこうなんだろうね、ダメだったっていうのをさ逃げるんじゃなくてね、ごめんなさいってちゃんと遅れてすいませんって言ってくれれば ね、まあ別に遅れたことに対して何も言わないけどね。あのだってもともと20分以内に来いっていうタイムリミットってあらおかしな話だよ。無理に決まってんじゃん。そうだよ、生焼けで来たらそれはそれでビンタだよ。しかもね、あのそのね来るときにね急いでたのかわかんないけど、あのナゲットの箱がね面白い形に潰れてたじゃないね、すっごい潰れてたね、あれね。で、あの取ろうとしても取れなかったのよ、あの袋からね。あのすいません、ちょっと箱がって言ってこうなってたから、あ、大丈夫ですよっつって俺が両手でこう、あの、ね、取って、明らかに箱のサイズと俺らが頼んだあれの箱のサイズと入れてる袋のサイズが全あのね、あ、なかった多分ね、あれね最大のサイズなんだよね。でかいの入ってたから、そう、あの申し訳ないことをしたとは思ってる。すごい肩でグレッて上の方がね、だから、いや大丈夫、気にしなくて大丈夫ですよ、ちょっとすいません、すいません、すいませんってずっと言ってたからな。ドミノピザさんなんですけどね、今回のやつ。ドミノピザさん、あの15分リミットなんか新しく出た、15分以内に来なかった場合、15分リミットを追加するのは300円、うん、20分の場合は200円っていうのがあって、で、あのそれ以内に来なかったらピザ1枚プレゼントしますよ。で、まあ、15分はちょっとあれだな、なんかめんどくせえなと思って、じゃあ20分でやってみようかって、まあ、そのね前ね、あんま詳しく言えないけど、あの2時間ぐらい待たされて、あの冷え冷えのピザを渡された時のちょっと事件があったんで、それはちょっと言えないんでね、言わないですけど、まあ、そういうことがあったんで20分以内に、まあ、来るならそれはそれでありがたいね、温かいまま受けるかなっていうのがあったんで頼んだら、まあ、30分ぐらいでね、それでも30分だよ通常ピザって30分だから30分、うん、普通に来たんだ。そう、しかもね、あのあれですよ、20分リミット、あの、うん、注文してからの20分リミットで、うん、配送ってこうポーンってこう出てくるのね、その時にはねもうね残り2分。いやね、ワープしなきゃ無理だね。本当それ悟空がバイトしてる。おめピザ頼んだんかって言われる。ピンポーン、おめピザ頼んだんかガチャン誰だあいつ。あ、というのがあってね、ピザ1枚無料券手に入ったんで、うん、なんかね、いや、M とか本気なさそうだったよ。あ、一応ね、今年中。ああ、形。じゃあさ、その1枚、でもさ、それだけでもいいんでしょ？1
ちに高評価つけられたって。おだいつまでもいつでもいいらしいから、ちょっと待ってね。ちょっといつまででもいいよくて、しかもそれだけで頼んでいいんだったら、あった。それだけで頼んでもいいんだったら、それだけ頼んでね。まあでも、ナゲットとか頼んでね。ラジオと関係ない話をさせようとしてるな。今リコがね、プレス PSO2 で開いてるんだけど、リコのマグでしょこれ。あれでしょ、リコの持ってるのってガラドボルクでしょ。赤のセーバー。赤のセーバーじゃん。似てるけどね。似てない。私が許さず。一応ね、クーポンほら、ピザ1枚。ネット注文限り、あ、M サイズだ。お好きな M サイズ1枚を無料でご提供。でも200円でこれ手に入ってるわけ。うん、ちょっと見ましょう。ご注文のクーポン番号を入力してください。プレーンピザ、セット商品をご利用いただけません。お持ち帰りの特典や他のクーポンはリサービスは併用できません。本件を、譲ったりというね、転売したりです。だから、これだけ頼んじゃダメだね。書いてはないけど、これだけ頼んでじゃないと割引サービス使えない。だからこれにナゲットとか一緒に合わせて、頼めばいいんじゃない？私頼む。別にピザ忘れそうじゃないだってこれ。そうだね。うん、君らのことだから。君のことだから。君らのことだから。今ハコさんも追加されたから。いや俺かもしれない。こちらの世界よ。こちらの世界よ。ということでございます。はい。まあ皆さんもドミノピザ頼んでみてください。なんか20分チャレンジとかもね、心広く、あ、心広くね、実際に20分以内に本当に来ちゃったつっても早めに来たんだからいいじゃないと、そうだ、頑張ってよっていうこともあるんで、ございますよ。はい、あ、レッドリリング、あ、レッドリングリコってことか、全部書けばバカだよ。文字数が足りないんじゃん。ほら書いてある、ラッフィーって、ラッピーじゃん、ラッピー、あ、間違えた、ラーシャン、プーシャンや、プーシャン、ラーシャン、ラーシャン、ということでございますね。よいしょ。今何分だったの、私の好きな〇〇でもやってみよう。うん、PSO 関係で一個、今ねこれ見て思いついた、私の好きな PSO のステージ、いいね、ステージ、うん、ステージでいい、ステージ、ステージの、まあ、曲 PSO の曲1&2のやつ、ゲームキューブ版出てた、そうそうそう、今ここの画面で見た、覚えてる、なるほど、あ、ね、まあ今流せないけど、私の好きなってことはさ、ステージだね、やっぱ曲、ステージでしょ、聞かさば、まあ俺はあれだな、それね、あれ、BB のやつ、 BB のほうかな、最初グッじゃんけんぽい、あー行こうでしょ、じゃんけんぽい、勝った、よし、1,2,3、俺決まってないんだよ、決まってないの、決まってないよ、3分目にするじゃん、じゃあ 1,2,3、 じゃあ俺リプテンから、はいはい、僕が好きなのは 3,2,3、 回転プラントです。おー、刺激的、昔からね結構好きなんだよね、あの曲は、あ、じゃあドゥルドゥルドゥル、別の場所、それで神殿じゃね、神殿、あの何が好きかっていうと、ステージの曲もそうなんだけど、一番好きなのはボス戦のステージね、ボス戦の時の BGM が好きで、結構プラントは好きで、プラントね入りたてはめんどくせえなと思うんだけど、だそのやってけばやっていくほど、俺クラボスに近づけば近づくほど、なんかね、うん、引き寄せられるものがあるというか、なんかボスに行くと中のあのさ、ちょっと暗いさ、下に水が溜まってるさ、みたいな、あそこ好き、わかる、どんどん深くなってくっていうのがあって、うん、で、なんだろうね、そのボスのステージ、まあ、いわゆるそのオルガさんのステージはなんかとてもやりがいがあるというかね、すごい好きだからかな、曲もでかいけどね、うん、俺はプラントですね、プラント、ということでネルさん、はい、あなたの好きなステージは何、中央管理区、うわー、やばい、やばい、あれだ、昔からなんか昔からじゃない、中央管理、中央管理大好きじゃない、うん、なんかね、曲がいっぱいあるやん、あー、そうね、曲は確かに多い、まあ3ステージどころか4ステージだからね、簡単に言えば、なんかすごい、すべ、なんだろう、なんか重要視されるマップだね、みんなね、俺はラストだけど、この人はラストに近づくための場所でもあるし、あそこも俺好きだよ、中央管理区なんだよ、
だから大変だけど、なんだろう、2人 あのそれを選んだ理由がさ、音楽なんだよね。やっぱね、PSO は音楽だよ。てかね、セガ自体が音楽強いじゃない。音楽もそうなんだけどさ、やっぱさ、PSO2 俺やってるじゃん。で、ガルグリフォンいてさ、中央管理区のボスも出てくるし、中央管理区のステージも一応ボスのステージだけあるからさ、なんだろうな、やっぱ思い入れが一番強いというかね、そういう感じでございますね。でもね、俺一番ね、だるいなと思う、中央管理区。まあなあ、いろいろ考えたら、そうそう、でもあなた行かないとダメなんで、クイーンズが主にダメだんなレベル上げてると、まあいいステージだよね。なんか今までとは違うさ、感じじゃん。門があるわけでもないし、なんか地形を使った感じの、こぼしました、大丈夫ですっていう感じでございますか、ね、こぼされました。カオさんは、すごい悩んでるんだよね。何個で、何個で、何個でって言われる、すごい先だな。音楽で言うんだったら行動なのよ。もしマップで言うんだったら全部含めてだけどね、音楽もステージの一つだから全部含めて、あとこのステージっていうのであると俺プラトンかな。PSO をやってて俺が一番やってるのは多分森なんだよね。そう、レアアイテム集会でさ、森の何がいいかって、ドラゴンをそこぶち殺せると俺が一番俺好きなんだけど、だって行動のボスが俺嫌いだから、魔法全然効かないから、だから行動は選べないんだけど、行動の音楽が俺一番好きなんだよね。だからちょっと微妙なんだよね、行動。俺の場合はレンジャーなんだから、だからなんだけどさ、行動のボスが一番楽。ハンターだから分かんないけど、全員中性。俺はね、てかそこにちょっとお茶置くと怖いから、ちょっとマイクの横あるし。森、それも怖いな、森、洞窟、遺跡とか、そこら行動とか、マジで行動のボスだけが嫌い。行動の道中は俺絶誰よりも早く行ける自信あるからさ、なんだけど、一人でそんだけ減らしちゃったかな。もともとネルさんのあれだから、大事をしながらね、お酒飲むんじゃないよ、冷た炭酸だから。そうだな、決めた。洞窟かな。洞窟か。昔はね、大っ嫌いだった。長え長えってずっと思ってた。まあめんどいわな。洞窟のボスが一番嫌い。あれむずいわ。クソ楽なんだよ俺がすると。俺ももう楽なメインではあるけど。天狗違うね。なんだろうな、なんだろうな、海に潜る時間が長すぎるんだよあいつ。そういうことね。一番不利なのはハンターだと思うんだね。フォースとレンジャーは、フォースが特になんだけどさ、楽なのは。お前あれあるじゃん、あかなあかな、スライサー、スライサー、まあ、スライサーパレスさん、まあ、あるけど、こっちなんてあれだとショットだと。じゃあいいじゃないな。俺なんてあれ威力差が強くやる、ラフやる、いいじゃねえか。ショットって一発一発が低いんだぞ。したか、あらさ、ベラにぶつかんのにやろ。で、洞窟。でもやってて一番楽しいのは、あれ、ね、遺跡だけどね。決めて。遺跡。遺跡ね。遺跡。ハコさんが好きなのは遺跡の、エピソード2。違う。遺跡の2番目。遺跡の2番目のあの青い感じがすごい好き。
あ、ノーマルからビーハのバージョン。うん。アルティメットは赤いよね、確かに。うん。赤く染まってる。うん、最初が紫で赤く染まって、で次が青くなる。うん。エピソード2じゃないわ。うん。うん。大何？コーラが。コーラが。戻りコーラしたよ。戻氷ね。は？氷？何？あ。まあ、ということでございます。遺跡はね、確かにね、遺跡もね、あの進んでいくとだいぶ興奮するけど、じゃあね、ボスのさ、あそこの前の部屋に行く、うん、あの長い長い道、あそこの長い道だとですと、お来たかと思ってか、ばあ、うん、結構毎回思うんだよね。ああ来たわ。ああ来た来た来たって。でなんけど最近超早く行けるから。うん、はいじゃって感じ。よし行くぞ。はい来た。だいぶ割ともと1時間近くで行けるようになったからね。うん、やっぱやってるだけあるよね。ルートも分かってきてるからいるから、うん、昔に比べればやっと操作が慣れてきた。うん、ルさんが一番やってるからな。そうね、R 押しながら Y、うん、X 上手なんて Y だよね。で、ショートカット開くっていうのがね、あれは正直できないと思う。そう、それで本当にルルさん最初おどおどしながらこうやってカチャ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 キキキキキって、いや今ファッ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 、まさに高橋早い。ということで今回の〇〇はリプテンはプラント、ネルさんは中央カリン、ハムさんが遺跡ということになります。全部濃いですね。濃いです。やっぱりね、ボスの印象も強いから。そうね、やりごたえが一番あるってのもあるしね。遺跡のボスの一番楽なのは、3段階目が一番楽なの。第一形態、第一形態はギゾンでずっと打ってればすぐ終わるけど、これはね、なんか第三形態が一番なんかフォイエただ連発しちゃうかしらです。俺は当たんないからさ。そうね、やっぱあれだよね、魔法とか、まあ言っちゃえばフォース、レンジャー、ハンター、やっぱね、あの職業によってやっぱ簡単なやつとかって変わるからね。その差があるからね、だいぶ大変だけど、うん、ということでございました。はい、やっぱりね、これ思うけど、その印象、ここの印象ってのも確かに最後の長い通路や水浸しとかね、いろんな地なんかこういろんな部分がねそこら辺とはあるけど、やっぱ曲もね結構ね、 PSO というかもうセガが出してる曲って結構いい曲が多いからね。ソニックとかもだいぶいい曲が多くて、ね、そうだね、印象が強いっていうのもあるので、ぜひ皆さんもね、自分の好きなステージを楽しんでいただきたいのと、やっぱセガの曲といえばこれみたいなね、これはエスケープですね。エスケープオフじゃないか、エスケープサシティだったから、エスケープ忘れた。ということでございます。はい、今日の一句ポン。あ、ダメだ、これカットする、カットしないとダメだ、自分たちの言うだ、自分で見たしてください。しないよ、見たしてよ、なんでしないんだよ、見たよ、やで、じゃあるよ。さあ、ということで55回目ここで終了でございます。はい、コメントの方もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで次回56回目には、はい、やつがいるんでしょうか。いないでしょう。うん、かりんじさんがいるかもね。さあ、ということで56回目、そしたら明日撮るかもしれない。撮るか、撮ってもいいけどね。よろしくお願いいたします。お願いします。また次回、皆さんそれは丸々またなんか考えて、あ、それかなんかまたどっか行くとかしてさ、そうね、やってもいいんじゃないかな。え、復活したし行く？また、うん？ブルドック？うん。復活はしたけど一応まだ空いてるから、ね。まあでも普通に食える。ハマるけどね。いや、うん、あの氷になってるからさ。つるん、つるん、つるん。わかりました。さあ。さあ、ということでまた次回、はい、何が録音されるのか楽しみということで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでリテンとマコさんとエルでした。またあいつがいない。バイバイ。